白寮中学校、高等学校は、兵庫県高砂市阿弥田町に所在し、中高一貫教育を提供する、私立中学校、高等学校。高等学校では、高等学校第3学年で混合して、クラスを編成する併設混合型中高一貫校。島以降に岡山白寮中学校、高等学校がある。週6日制である。 月曜日は授業時間が50分だが、日度は60分授業の重装備カリキュラムとなっている。数学3は文系でも高3まで必修である。理科も社会も全教科学習する。高校1年時では理科は全員が物理基礎、科学基礎、生物基礎を学習する。また高校2年からは理系、文系に分かれるが理系でも社会は 倫理と政治経済が必修である。高校2年までに中学、高校の全範囲を修了し、高校3年の1年間で受験勉強に専念することになる。かつては毎日小テストがあり、勉強させるカリキュラムであったが、知識注入型ではない教育を試行錯誤し、実験や自由研究といった体験プログラムなど、 生徒たちの興味や関心を高める独自カリキュラムが編成されている。また、中学校3年間と高2で、週1時間の柔道が必修となっている。中学の定員が2012年に175名の子クラス編成となり、それに伴い2015年の高校からの募集定員は若干なとなった。二千十八年度の中学入試から入試予行が変更になる。 これまでは、国語60分100点、理科60分100点で、さらに算数は1時と2時に分かれていた。しかし、入試制度が変更になり、国語は、評論、小説の大問い2つの編成ではなく、さらにそれに、言葉の知識を問う大問いが加えられることになる。それにより、70分120点となる。また、算数は1時と2時が一本化し、70分100点となる。 さらに理科は分野横断的な問題も出題され、より科学的思考が求められるようになり70分100点となる。運動部文化部国公立大学の場合、東京大学、京都大学、大阪大学、神戸大学に毎年それぞれ十数名程度の合格者を輩出している。私立大学では、早稲田大学、慶応義塾大学、同志社大学、立命館大学などに、 それぞれ数十名程度合格している。三木翔子 -1963.4 から1983.7三木和正 -1984.11 現在側時効五郎マイナス1963.4から1968.3ミキショーゴマイナス1968.4から1900波、地13.7吉岡高市マイナス1900波、地14.1から1985.3ヤギマことづくりマイナス1985.4から1998.3アサナ SSK マイナス1998.4から2004 吉田拓2004.4から2009.11斉藤沖屋2009.12から2017.3宮崎陽太郎2017.4から2018.7ありがとうございます。